今日午前7時半前、中津市立北部小学校で3階の渡り廊下に置かれていた段ボールが燃え、壁や天井の一部が焼けました。火事に気づいた児童が教員に伝え、教員が初期消火を行って火はすぐに消えました。出火当時、校内にいた児童や教員らは体育館に避難し、けが人はいませんでした。警察や中津市教委によりますと、火事が起きたのは2つの校舎をつなぐ3階の渡り廊下で、燃えた段ボールには授業で使う書道用の半紙が入っていたということです。消火の後、授業は通常通り行われています。現場周辺に火の気はなく、警察は不審火の可能性を含めて出火原因を調べています。